ねえ、ねえ、すごくないね。ねえ、ねえ、ねえ、ねえ。なんと、リミちゃん。ついに。嘘。なんと、今年のメガネを免れました。でも、視力は去年より、もうガクッと下がってて、去年右が 1.2 あったのが、今年は 0.9 だよね。左が、去年、0って。あ、左か。うん、そう、左が、去年 0.3 か。眼科行った時。それが、なんと 0.08 まで下がってました。ウェイ。ん？ウェイ。ウェイじゃない、ウェイじゃ。え、こっち 1.0？ うん、そっち 0.9。だけど、両目にすると 1.0 見えてるんだって。合体すると。すごーい。すごいですよね。だって、0.9 と 0.08 なのに、両目で見ると 1.0 見えるっていう、なんかすごいよね。すごくないね。ということで、1.0 見えてるから、なんと、なんと、様子見で大丈夫ということで、ございました。イエーイ。もうすっかりさ、メガネだよね。今年はついにってさ、ずーっと話しててね、どんなメガネがいいかね、とかさ、言ってたよね。ああ今まで免れてきたけど、ついにメガネの時が来たかってさ、ずーっとさ、考えながら過ごしててさ、ねえ、まさかじゃない。しかもさ、0.08 とかさ、聞いた時に、うわーと思ったよね、うん。もう絶対絶望的だなと思って。はい。でも、リミは右と左があまりにも差がありすぎるんだよね。0.9 と 0.08 だから、だから、普通にメガネになっても、メガネがちょっとガチャめすぎて、メガネができないみたいです。今の視力の差があると。だからもし、なんかこう装着するってなるたら、コンタクトになるそうです。しかも片目だけコンタクトっていうのもいいらしくて。だから悪い方だけコンタクトして、まあ両方同じように見えるようにするみたいな。でもなんかちょっと、ママもコンタクトしたことあるけど、片方だけコンタクトって、まあ慣れちゃえば違和感ないのかな。でも最初はやっぱちょっと違和感。違和感あるの？あるある。やっぱ目、コンタクトしてると。でもなんか忘れちゃうけどね。あ、そうだ、コンタクトだった、みたいな。まあ、慣れよ、慣れ。まあ、でもとりあえず、よかったね。今年も免れました。だから、この視力を保ってれば、来年ももしかしたら免れるかもしれないけどね。リミすごくないね。すごい。リミがすごいのかわかんないけど、とりあえず。リミの目優秀。優秀ではないでしょ、悪いんだから。まあ、とりあえずね、メガネが脱がれたことだけが嬉しいです。はい。はい。なんかもう、びっくりしちゃったね。はしゃいじゃったね。はい。じゃあ、これ以上ね、悪くならないようにね、してくださいね。はい、スマホをあんまりこう、左目で見ない方がいいらしいから。どうやって見ないようにするの？多分なんか知らず知らずのうちに左目、に負担がかかってるって先生言ってたよね。ウィンクしてる。ウィンク、あ、左目ウィンクして右目で見る。でもさ、そしたら右目も悪くなっちゃったら嫌だよね。せっかく、まだまださ、保ってるのにさ。まあ、ちょっと、様子見であんまりスマホを見ない方がいいっていう結論に多分行くと思いますので。なるべくね、目を使わないように。まあ、使ってもいいんだけど、ほどほどにね、スマホとゲームとかはね。しましょう。はい、じゃあ帰りましょう。はい、バイバイ。バイバイ。